こんちは、翔太です。今回なんですけど、アップデート展望のお知らせがですね、来ておりますので、そちらを見てから、ブラウザ版の更新内容を見ていきたいなというふうに思っています。こちらなんですけど、あれ、私見たと思うんやけどな、昨日見てなかったんかな。スキル説明文および既存スキルの情報修正の実例ですねっていうのが書いてあります。先日の予告では具体的な内容がわからないとのお声をいただきましたので、実例を交えて、ご説明いたします。基本的にですね、具体的な内容はわからないですよ。わからないので、なんとかしてほしいなというふうには思っていますよ。今回わからないって言われていたところがですね、どこかな、この辺かな、この辺ですね。スキルのですね、情報修正、スキルの説明文の調整および既存スキルの情報修正の予告、この部分がですね、よくわからんというところで、今回具体例がですね、示されたみたいです。それではですね、一緒に見ていこうかと思います。まず、MR6 章は情報修正の対象外みたいなので、ここはですね、注意が必要ですね。MR6 章が強くなるぜっていうわけではなくて、あくまで UR1000 以下のキャラクターの情報修正っていう風な感じみたいです。まずテキスト量の、削減実例ですね。状態をタップすると TIPS 方式で内容を表記することができると。ポセイドンのメリーゴーランドの前に、あえてやなあえてポセイドンなんよ。調整前は自身の異常状態を全て解除し、4ターン内で踏破生後になり、受けるダメージが 15% かける踏破生後の残りターン数、減少、状態性が 10% かける踏破生後の残りターン数増加っていう風に書いてあったのが、ここだけで言うと、4行ちょいかあったものが、調整後は自身の異常状態を全解除し、踏破生後状態4ターンに入る、2行になると、1行ちょっとになるという風な感じです。で、踏破生後をタップすると、最大6ターン、被ダメージマイナス 15% かけるターン数、状態性プラス 10% かけるターン数。見にくいぞ、これは正直。かなり醜さが感じますけど、どうなんですかね。マイナスかプラスか、ちょっとややこしいな。っていう風な感じみたいです。異常状態全解除、なんか、いや、分かりにくいぞこれは。なんかカッコも使い方ですよね。ちょっと分かりにくい気するけど。で、スキルのヘルプに共通する部分を追記し、各副章の説明文を削減。ポセイドンのメリーゴーランドの場合、調整前は最大攻撃力が最も高い味方、敵3名に800%の物理ダメージを与え、さらに自身筋力の16倍と、最大攻撃力 100% ダメージが入る。で、かっこ防御力と物理防御力を無視、回避攻撃力が可能、回避攻撃が可能と書いてあったのが、最大攻撃力最高の最大攻撃力最高のなんか面白いな、敵3名に、800%の物理ダメージを与え、自身筋力値 ×16 プラス最大攻撃力 100% のダメージが加算と。過去の中なくなりましたよと。なんだかな、最大攻撃力最高の敵3名、なんかいい、なんかちょっと違和感はあるけどね、まあいいか。判定条件の情報修正実例、SSR 関東SSR 関東だと、の場合は、調整前は敵を3回攻撃し、毎回 320% の物理ダメージを与える。毎回攻撃前、敵がデバフ状態の場合、必ず回心攻撃が発生。調整後は敵を3回攻撃し、毎回 320% の物理ダメージを与える。毎回攻撃前、自身の敏捷値大なり敵の、自身の敏捷値敵大なり敵の場合、これは敵ミスってるな。敏捷値で勝ってたら必ず回心。これを情報修正って言ってる？運営さん、それはないよ。情報修正って、例えば SSR なら、この 320% が 800% になりますぐらいのなんかインパクト欲しいですけどね。デバフ状態、赤デバフでクリティカル出せないからってこと？マジで、敏捷値で勝つわけないやん。まあいいけどさ。ジョコは、調整前は敵3名に 320% の、物理ダメージを与える。回心攻撃が発生した場合、さらに 100% の、
物理関心ダメージが加算されると、調整後は、敵を4回攻撃。そんなことある？それついて情報修正なの？範囲攻撃が連撃に、連撃っていうかランダム攻撃になることを情報修正って言ってる。あ、毎回 400% の物理ダメージを与える。まあ、ここは情報修正か。でも攻撃方法変わるのは上、ランダム攻撃の方が強いって言ってるってこと、運営さん的には。そういうわけではないと思うけどな。引き寄せられたりとかはそういうのもあるんで、別に範囲攻撃は悪くはないと思いますけどね。謎だな。しかも SSR っていうのがいけてないですよね。なんかここでなんかすごい強力なキャラクターが、まあすごい強力なキャラクターが情報修正は良くないか。まあただしょぼいっすね。もっといい情報修正が来てくれればですね、盛り上がったと思うんですよ。なんでよりにもよってこんなこんな感じなんですかいやー、まあ頑張ってください、運営さん。応援はしてます。それではブラウザ版の更新内容を見ていこうと思います。ブラウザ版なんですけど、5月10日を見る前に、まあ2週間前から見ていこうと思いますが、これはもう終わってるね。あ、ロキか。ロキがもうすぐ終わりっていう風な感じになっておりますので、毒やけどコンボですね、やりたい方はロキ、毒キャラクターとしてはロキ持っておかないと結構話にならないかなと思いますので、取っていただくといいかなという風に思います。で、白卓はもう終わってますもんね。確か白卓はもう終わってますよと。で、次がタリエシンはいいや、紫式部もいいや。あ、ここはこれで終わりで、前回は長宝か。あ、なんか結構しょぼいですね。それではですね、本日の更新内容を見ていこうと思います。まず栄華銀月ネココインパックやってきます。アプリ版の方はですね、ネココインパック、あの猫の遊ぶ版からですね、副賞が出なくなるってお話なんですけど、ブラザ版は関係ないので、今まで通りですね、ちょびダメしてもらえばいいかなと思います。で、水筒強制やってきますので、1週間のうち累計5日間1200円ですね、課金していただくと、SR のキャラもらえるので、まあ、やる方は忘れないようにしてください。襲撃は月落ちあやめやってきますので、480円で課金したい方は忘れないようにしてください。で、猫の遊ばんがやってきます。今回は、UR1000 の ラインナップとしては、玉もの前、明智、濃姫、雪女、姫子なんで、行くなら今回おすすめです。玉もの前、明智、雪女は多い、めちゃくちゃ優秀なキャラクターたちになりますので、行ける方は行っちゃってください。かなりおすすめです。で、あ、ももち丹波か。ももちの再販がやってきますが、まあ、ちょっと今からももちは取らないですよね。アポロとかスサノオとかを差し置いて取るようなキャラではないかなと思います。あ、フレイヤやってきますね。フレイヤやってきますので、まあ、フレイヤは、結構流行ってるんですよ、ブラザアプリ版で。意外とですけど、局所的に流行ってるというか、トップの方の、ランクになってくると、まあ、帽子のタンクで最初なんやこいつっていう風な感じではあったんですけど、後からですね、まあ、皮肉キャラクターとしてじわじわとですね、評価が上がってきまして、まあ、かなりですね、ありなキャラクターではあるかなと思います。まあ、ただ万人受けはしない、間違いなくしないと思いますので、まあ、このフレイヤをですね、育成できる方ですね、っていうのはですね、取ってもらってもいいかなというふうに思いますけど、まあ、私はちょっと なかなか難しさがあるというか、タンクであれば普通にアーサ王とか取った方がいいかなと思っているタイプではあるので、まあ、フレイヤは私はスルーかなと思ってはいるんですけど、まあ、取ってもらって全然いいかなというふうに思いますので、まあ、もしよければ忘れないように気をつけてください。2週間あるのでゆっくり考えてください。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。